人参と乗らせてみました。どうもー、で超現象の異原人です。というわけで始まりました、待望の新番組、その名も異原人と乗らせてみました。やっほーい。この番組はですね、私が編集長にですね、やらせよーやらせよーってですね、めちゃくちゃお願いしてやっと実現した番組でございます。企画趣旨はですね、番組タイトルの通りですが、私ともう一人ゲストを呼んで、その二人での乗り打ち企画と、なんてか簡単でございますが、皆さん私の動画を見ていただいてれば分かると思いますけど、引きがめちゃくちゃ弱くてですね、最近負けすぎてお金ないよーと。というわけで誰か引きの強い方を呼んで、その人に出してもらって、ラウハーしちゃおうと。そういう番組となっております。はい。というわけで、記念すべき第1回のゲストなんでございますけども、まあ、第1回どうしても勝ちたいですからね。呼ぶ方はもちろんこの人。まず2つの特徴があるよ。一つは、変な格好してる。もう一つ、めっちゃ引きつえって、そう、第1回目のゲストはこの方です。どうぞ。よし、デジタル編集のボスヤンです。そう、というわけで第1回目のゲストは引き神様こと、こちらの大先生。第1回ですけども、はいはい、企画趣旨は理解してますか？要は、はい、勝たせてほしいわけですよ。ああ、いうことですよ。パンパン出して、私は勝たせてくださいよ。けどね、一つちょっと心配事がありまして。ありがとうございますか。あの、僕ヒゲさんと、あのね、こうプライベートで遊ぶことあって、ドキドキですけど乗り打ちするんですけど、勝ったことがないんです僕、ヒゲさんと乗り打ちして。この人ね、俺と乗り打ちって一回も勝ったことないですよ。大体俺が勝たすのね、だから勝たせてほしいと言われてもちょっと困るかなと思ってね。だけども私は知っておりますよ。あなたはピンクの剣を着ると日が良くなる。カメラが回るとね。どうかな、ヒゲさんがいるとどうかな。どうなるか分かりませんけども、今回特に題材ないんだよね。ないね。じゃあ俺1対1やるから取れたらそれでいいですか。いいですよ、僕も1対1あります。それはまあ入る時にでもね、お伝えするということで、乗り打ちがテーマでございますけども、乗り打ちで勝つことと、もう一個裏テーマでございます。おう、なんすか。視聴者の方に楽しんでもらうノリノリの展開にすると。二人がノリノリで打つってことですから。なるほど、わかりました。楽しく打つ、ね、映画あるんだよ、ノリノリで、そういうことですよ、うん、なのでオープニングはもう決まりです。これ最後に一番自分のノリノリのポーズで締める。なるほど、三杯ですかね、わかりました。わかります。いくでー、三杯ひげ乗り、ヒャッホー、ヤッホー、ウフ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 ー、麻雀かな。でもパズドラやってるんでね。真剣にやって。いや、真剣に。私の生活がかかってるんですよ。いつも私の生活が。いつも通りです、これが。いつも通りじゃないですよ。いつも通りの方が よく泣いてるかもしれないよ。いいけど、いいですけど。ちょっと、うーし。いくでー。よろしくお願いします。はい。おはようございます。お願いします。お願いします。おはようございます。さあ、どっち？どっち味がいい？俺、ここがいい。ちょっとほら座っちゃったよ。ああ、せっかくだから並んでよと並んでよと。俺こっちがいい。やだ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 。ちょっとちょっと、ヒゲさんこっち来てよ。やだやだやだ、俺こっちがいい。俺こっちがいい。俺こっちがいい。じゃんけんしよう、じゃんけん。じゃんけん。いやもうここで勝負で運つからやめましょうよ。え？ここで運つからやめましょう。じゃあこれ。というわけで本日の狙い台はですね、新台、エウレカセブン2。うん、とりあえず最初仲良く並んで打とうか。そう、並んで打とう、うん、そっから自由に動く感じね、様子を見て、うん、変な様子見ながら、初見の店でございますからね。まずは様子見でございますよ。みのり、こうした、こうした、はいはい。さあ、それでは記念すべき実戦スタートするわけですけども、うんうん、一応エーレカ選んだのは適当じゃないですか。打ちたいだけじゃないからね。
何ノリの実況だからノリに乗れのノリ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 ってことね。そういうのそういうことですよ。はいはい、ノリノリですよ。了解です。一応意味あるからね。はいはい、それでは実践スタートしましょうよ。僕あんま知らないから教えてね。任せてください。はい、まずちゃんとガックン見てください。ガックンガクりました。俺ガクったよ。俺してない。俺ガクったよ。席変えて俺ガクったよちゃんと。えなんか簡単簡単強固薬引くか。うん、また強固薬引けば大丈夫。強地か強水が今当たるから。わかりました。あとあの強弱地と強地、あの弱地と弱水がカウントしてくれれば設定わかるから。はいはい。まず私現人の場合は設定変更の挙動は感じ取りましたよと。まあ、エレカセブンのゲーム性が知りたい方はですね、非現人で打たせてみましたのシャープ20の方ぜひご覧ください。結構しっかり解説できたんじゃないかと。みのり、おー、行った。何ゲーム？何ゲーム？いきなりいった。何ゲーム？129。デューイの多分 B です。B か C。さあ、当たってちょうだい。最近のエレカの調子が。弱点引いた弱点、いいところで。あ、全然弱点でも熱いよ。ねえ。お、三軒に出てきた。発展しろ。しないか、さすがに。おー、赤まで行ったよ。赤まで行った。これもらったんじゃないですかね。あー、普通だな。三賢人なら良かったんですけどね。微妙。あ、ホランドけど、ホランドだから当たれ。あ、当たった。オッケーオッケー。ほら、勝てー。よやったやったやったぜ。152ゲームですね。デューイモードからできる子ですよ。当たってくれました。さすが。よしよしよし、結構早めですね。あのね、アンコロ先生は笑顔の時はできる日なんですよ。あれが不適されてる時はダメなの。ヒゲノリ、私にもチャンス到来。強チェリー165ゲーム、トン、はい、17。あ、7と17ね。 OKOK。 しかも、アゲハタイ。あ、いいね。で、復活パターン、ドーン。やったぜー。イエーイ、よかったよかった。早かったね。幸先よし。投資7000円。よーし、俺も上抜くぞ。よう引くな。あ、強チェ、これチョクもあるよ。チョクも、ドン。あー、ハハハハ、行かねえのこれ。あ、当たった。臭い、煽り入った。はいはい、強水が、強水が、強水が、やるー、イエーイ、はーい、ノリノリだぜー。これは最大ニュースでしょ。中井さん、池江さん、これ順応できないよね、ユレカ。最悪な台です。最悪な台。昨日全部逆押したら全然当たんねえの。逆、じゃあ逆押していいんじゃない。逆押し、うん、おーし、ノリノリだぜー。当たったー。ヒゲノリ、おー、久々に強水が引いた。しかも即発展だ。即発展熱いよ。ちょいチャンス。さて、489
球でニルバースモード行きましたと。いったいった、7で8点しました。じゃあ絶対当たるよ。直後8点でしかも7、8点でしょ。コーラリアンもいたし、おっとここでジャック・テリー。ゴシさん俺 AT 欲しい、 AT、 AT 欲しい。コーラリアンか。前段発射、どりゃで、よしよし、時間かかったな。さあ499でボーナスでございますまあそんな甘くねえわな。まあまあまだまだ全然今からですよ。いや、でもコーチさんそろそろデュエイのコーモードいるかもね。ヒゲさんが、いやコーチさん、コーチさん俺いるのこれ。あの AT 入んないとボーナス。ああそういうことね。上のモードに格上げされる抽選行われたはずだから、いてくれるといいけどね。あ、俺デュー行った。お410ゲーム。俺これ宣言する、当てる、これ大丈夫当てる当てる。頼もしいね、うん、俺がなんとかしてあげます黄色いけるいけるいける。追加入れてきたね。さあ8点先どうだ、弱え弱えお、どうだ。俺ダメだった、ダメああ。お、またデュー行った、早っ。2回目、はい、で400の前半でも行ってなかったっけ。そうで451だよね、うん、おーじゃあじゃあし、俺はもう大丈夫、もらったもらった、あぶねっぺー。スピアーズでもこれ大丈夫、これもね俺実戦上確定。敵の強キャラの攻撃を弱キャラが避ける。おうおう、これ俺の実戦上確定。ほら、ドーン、はい、いただきました474ゲーム。いやおおお、エウレカだ、お願いします、イケ様、イチシーレン、イケ様、セイナナイト、よいしょ、バシャー、やるね、イケさん、やったぜ。さっきから押す瞬間系だけ入れてるから、このね。コシさん、今日は俺に任せてください。お願いします。お願いします。コシさんを呼んだ理由は、僕の引きをこう盛り上げるためです。なるほど、はい。安心して遊んでください。来たよ。遅いよ、落ちてるし、ゲーム。よっしゃー。おー、当たるねー。よっしゃー。当たるね、ヒゲさん。少々少々です。よーし、3つ当てた。やるねー。2セット、2セット。これで2セット。で、大きい大きい。よーしょい。さあ、本日2度目の AT だとね、任せとけよ。任せとけ、この野郎。お願いします。ノーリノリノーヒゲノリ。お、協定。本日初の協定。初なの。うん、約1000回転ぐらい回せてようやくです。それ以下2回引いてるからな、効果が上がっててくれてるといいんですけどね。お、赤まで行った。赤まで行ったらまあ外れない、大丈夫。まあ大丈夫。The end。お、避けてる避けてる、強攻撃避けたら確定。あ、ほんと、うん、俺の実戦上ね、まあ、だから9割以上の回答あるはず、
大丈夫大丈夫、絶対復活する、絶対復活する。あ、4ゲーム出てる、それは本当に確定でしょ。強豪劇よけて俺外れたことないの。当たりましたが、チャンス目引いた、無駄引きかな。さあ、89ゲームで、さっきの強手率ね、なんとかまた追加投資せずに済みました、ギリギリ。さあ、94ゲームで、また、まあ、またっていうか当たり前ですね、シロビックです。こうボーナス5回目なんで、そろそろポンスのバトルぐらい入れとかないと。いや、本当にお願いしますよアタックスの中でこのモンモンしてる状態きついですから。おー来たよ、中、左、右ダメかな、これ今日中、左、右なんかね、ヒエさんみたいになってきてちょっと嫌なんだけど、これなんなのそれなかなか入らんなぁ。まあでも基本は揉まれるゲーム性ですもんね。まあね、どっかで引っかからないと、まあその辺は AT 機だよね。そうだよね、一山当てるまでの勝負でも粘って。おっさん俺眠い早いね。お、なぜか全員出てきた。もしかしたら借り店長当たった。お、借り店当たった。これ借りて当たったと思うよ。何も引いてないもん、何も引いてない。あ、これ来るよ、これ来る来る来る。おラッキーラッキーラッキー。はい、SK 熱い熱いさあ、というわけで借り店長に引っかかりました。あぶねっぺー、よいしょー、ぴったしだよね、32と102。あ、違うか、間違えた、109までか。77だもんね、カルテン上102ゲームで、追加投手なし。待たせたな、じいさん。どっちなんだい。あー、借り店でコーラリアン、え、借り店だからコーラリアンでしょ、うん、あーじゃねえよそう、天井だもんね。うーん、いかせんな、イライラするぜ。いや違う、ノリノリでいきましょう、ノリノリで。ひげのり、さあどうかな、遅延とか。おお、当たった当たった、いいね、これ来たっしょ。弱よけも超ハイチャンス、超ハイチャンス、当たった。よーしよーし、10位モードは当たってくれますね。さあ266ゲーム。おお、やったじゃん。モード D ってことはないよね。いや、チョコラリアンでしょ、普通に。来ました、やりました、ようやく初 AT っす。でも、声確率もいいんでしょ。声確率もいい、やったじゃあ、追加投資が結構使ってるな。全部で23000、なんで6000使ったか。よしよし、まあいいでしょう。全然いいよ、当たったり6回で1回コーラリアンでしょ。ねえ、最高最高。さて、あとはこれを伸ばす、行かせるかどうかね。あ、しかもミドルミドル。よしよし、オッケーオッケー。ダメかな、ちょっと諦めないでよ。え、諦めないでよ。あ、諦めるでしょ、もういつだよ。だってチャンス目いけばいい、チャンス目ああ終わった、引き戻し。そうだね、そこからね、まだ私は逮捕。126枚少ねえ。
さあチャンス目ゲットで発展しねえな。おや、そして46で、あ、いきなり飛行形態だ、あっちっち。来たー、次回予告だ。わお、え、これエピソード2段じゃないの？え？あれ？何これ？次回予告？いや、これエピソード2段じゃないの？エピソード BB？ そのまま繋がるかもしれない。ってことは引き戻しで当たってて、かつさっきのチャンス目でボーナスいたとか、そういうことある？いや、可能性もある。ああ、いった、うん、ボーナスだ、うん、やった。今のチャンス目でそのままオーラリアン付き の、 あのボーナス引いたかもしれないね。もしくは引き戻し中に、うん、だよね、うん、さあとりあえず56ゲームボーナスです。景気がね完全に分かんないんでちょっとあれですけど、エピソード BB いただきました。しかもいいエピソードやったよ、ヒゲさん。おお、乗ってきた、来た来た。これは多分ね行くんじゃない、こっから伸びるんじゃない。ハイパー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 そう、感動する、いいシーンだけどね。こういう リア充は爆発すればいいんですよ。そんなことない。けどいいエピソードですよね、これ。本当大好き、これ超大好き。あ、来たよ、中、左、右。おー、よしよしよし、乗ってみろ乗ってみろ、よし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 。コシさん、え、7ポイント7ポイントです、7ポイント。そんな無駄な、何個あったの？ゼロ。ああ、今日4択当たんないね。まあ何せとりあえずさ、オーラリアンモードです。マジかよー。100ゲーム続いてることになってるよ。終わっちゃったー。258おお、中断テリーだ。どうかな、揃わないよ。おおおびっくりした、揃った揃ったね、超びっくりした、ドーン、やったぜ。ここでちょっとお昼にしないですか。え、いいですよ、どうだ。さあ、というわけでここで一旦お昼、みのり、あどーす、はい、さあ、はい、はい、おいおいおい、とよし。さあ、というわけで中締めでございますよ。ちょっとパズルやってんじゃねえ、入った、あー、はいはい、あー、よいしょ、はい、そう、はい、よーし、じゃあ中締めいきましょうか。うん、現在の状況、コシさんからお願いします。現在、はい、1600ゲーム、1600ゲーム、まあ1643なんだけど、はい、で、500のジャックスイカとジャックチェリーがなんと合算で41分の1と6ぶっち、そうなんですよ、6なんですよね。で、展開は、展開が1回直で竜医モードからね、AT に当たってると。そうだよね。4、5、6、
7分の1で直当たりしてる。すごい。で、子役も6と。だが、引き戻しは引き戻しっぽいあのエピソード、ひっついてきたやつがもしかしたらが引き戻しかもしれないし、あのビッグとね、ホラーにひっついてるやつかもしれないか、ちょっと分かんない。どっちも高設定の可能性があるというか、うん、そう、どっちでもよしと。なんで高設定の挙動はある。目玉は0。はははは、ってじゃねえよ。家さんは対する私はですね、ただいま1464ゲーム回して、子役がですね 52.3 分でした。うん、1だね。もちろん直撃ゼロと。これも定設定、定設定だね。でも初当たりまで2回しかいけない。AT の引き戻しも、3の0と。あら、これまあ奇数定設定だね。だね。ってことは1で、モンスーロで、まあ、3つ当てたのと1個あったのが1個ずつあって、1回あった方も1押せると。で、キャラですけども、味方が4の敵が2。僕はね、ちょっと正確な、あ、味方のキャラ、自分は味方の方が多い。でこれも俺奇数ということで、私は今のところ、奇数定設定とか、うん、全てのデータが自分の方は1回ボード出てるからね、うん、子役もね、AT 直当たりもあるから、まあ高設定の挙動はある。挙動のみだけどね、出玉がいついてこないけど。なんで俺の出玉聞いてくんないの。出玉え、な、今から出るよ。出るかな。中段チリプラスバーゾロイだよ。うん、まあでも楽しみじゃないですか。楽しみだね。楽しみな展開だ。こいつさんは粘ると。そうだね。俺は伸ばすと。ヒゲさんもあれ終わったらやめてもいいんじゃない。そっか、やめてるね。でもその AT 中で子役がまたちょっと高設定機に見えたら粘るかもしれないけど、うん、まあ現状では全てが奇数定設定を指してるんで、まあ一番近い設定1でしょう。そうだね。パッてやめて帰ろう。さあ、というわけでパッと昼飯食って、はい、うん、ここに行きましょう。なんで2個もあんのこれ。あ、足んないでしょ、ちっちゃいから。ほら、だってほら、今日はあそこ、ほら、んお店の前にさ、富士宮焼きそば、うん、なんと1人前200円ですよ。けど2つは多いでしょ。1個あげる。いただきます。よし、じゃあパッと食って。そうだね、後半頑張ろう。あんまいいとこないからな。うん、金ないからまだだよ、200円でしばしきましょう。よかったらなんか美味しいもの食べる。確かにね。さあ、というわけで皆様、後半もお楽しみに。おいしい。うまい。みのり。さあ、それでは後半戦スタートですよ。こしさん。はいよ。ちょっと頼む、そんじょ。ノーノーと回して見てみよう。応援しよう。ボーナス終わったら見るよ。あれもねかくて一回行かないか。そこだよな。行かなくても一応実践上複数セットだよ。お願いします。僕の。はーい、行くぞ。僕の分まで出してください。行くぞー、行くぞー、デイナナーイ。俺たち信じることをやろう。行こう。こいつさん。はいよ。俺を信じて。俺たちの信じることをやろう。ね。ね。うん、分かった。さあ、というわけで視聴者の皆様も僕を信じてください。いくぞーっとー。白でもダブルです。綺麗な、おー、かなったね、昇格だ。これいいよね、今回の自動滑るやつの唯一。滑ってミスったかーと思って赤いドーンっつって、おいしょい、いくぞい。こいつさん、手玉欲しい欲しい、ねだるら勝ち取れ。さすれば与えられん。それが俺たち悲劇校ステートだ。あれ、なんでしかつるの。悲劇校ステートでしょ。悲劇校ステート、ね、あれ、なんでノリノリ。もう早く早く消化してください。いつもこれだよ、これ。じゃあぜひ皆さんも悲劇校ステートに。年齢、性別、国籍問いません。ヒゲノリ。はい、ミニチェ。コスさん、2個目。お、いいね。パスロってのはやっぱり楽しむって気持ちが一番大事なんだろうな。
設定なんか関係ねえんだよ。今日は非現実の設定なんて知らないお送りしております。さあ、こうした運命の瞬間来るよ。来た来たよ。頼む、まず覚醒は行きたい。あ、モンスーンのか。あ、そうか、モンスーンあるわ。ナビの1個あるからね。行かなかったそうか、皆さん期待させてすいません。さあ、どこまで伸ばせるかですけども、はい、終わりました。というわけで中断テープラスは491枚もらいました引き戻しもまず間違いなくなし。今までの競合を全て合わせて考えると、まあ、相当高確率で設定値ですというわけで、仮天井の77まで回してその後の競合をちょっと見たら大移動します。空行って空微妙だな。空行って再び強手引いてる。もう景気は分かんないかな。これお17飛行形態ってから10カウント17で発展しました。でこいつらならいけんじゃないですかね。とここで4人目のユキチさんが天へ登り始めました。ですよね。よかった。さあ392ボーナス確定です。4万1000使ってるんで追加で1万8000使ってる。あー池さんやったよ。多分順ボーナス確定画面中に強水化引いたからそれで当たったかもしんない。おお、じゃあコーナリアン入りましたね。やりました、よかったっす。よーしよ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 し。おー、少々し7の時に成立してくれたんでこれでナビ1個ゲットっす。さあモンスのバトル1回ナビあるんで、うわー、うわー来たー。おー当たんねー。1回だけかよー。さあ AT の旗当たり台は3回目ですね。ひげのりでもあなんも打つもなかったらこれ天井まで回すか。でも朝一開店後にオープニングの撮ったから朝一のリセットの挙動とか全く見れてないんで、まずあまり飽き台がないっていう。でジャグラーがいっぱいあるんで看板なんでジャグラーごろ見てみましょう。なんかないかな、ゴゼットっぽいジャグラー。ガッサン全然いいですけど、その割に箱を使ってる人が少ないってことは流す人が多いんでしょうね。待ってる可能性ありますけど、まあ、確実にゴゼットっていう台が空いたら打ってみましょうか。
さあ、八方塞がれたぞ、どうするか。いねんのに。終わったー、100ゲーム428枚。一度もレア役引けませんでした、100ゲームで。まあさっきのね、おや、1ゲーム目に何引いた？これは AT 戻ったんじゃない？チャンス目で戻りました。よし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 、素晴らしいところでチャンス目引いた、やったぜ。あれ、また当たったの？終わって1ゲーム目にチャンス目引いて戻しました。1ゲーム、まだベルコボシ出る前。あ、今ね、2セット続いて100ゲームで何も引けなかったからさ。でね、相談があるんだけど、今ね、何本打つもんがないの。うん、これ天井まで回していい？マジすげえ遠いけど。いいよ。まあけど確か600後半だっけ、プラスなるの。一応700から打っていいって思うんだよね。いいよ、別に。ビッグ引く、ビッグ引く。うん、いいよいいよ。今日プレミア引ける気がするから。さあ、それでは622ゲームのマジスク追っていいのか。ヒゲノリ、さて43ゲームでスピアヒット、これはダメだな。おお、来たー、こっちだ、来た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 、これは引き戻しかな。よしよしよ、来ました、これ引き戻しっすね。終わってから46ゲームっす。おっと、しかもいきなり近距離、これは大チャンス。ようやく初のエアリアルラッシュが見せれるかもしれない。むしろセブンカウンターと子役に恵まれれば七色雲海もめじゃない。うん、モード上がれ、モード上がれ、七色雲海行ってくれ。うん、これはやりやりラスト来たんじゃないですかね。で、よっしゃー、来たぜー、ようやく来たよ、エアリアルラッシュ。エアリア、ハセエアリアッシュ、僕はエウレカはね、このエアリアルラッシュ次第だと思ってるんで、これで7コンボさせられるかだけ、正直。なんでしょう、あ、やべ、あー、終わった、ダメだ。25%じゃ無理だよ。でも4分の1か、いけるいける、そんなマイナス思考だね、来るものも来ない。お、いいね、2連続当たってしまえ。よーしよ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 し、いいよ、せい、あれ、お願い、いいわさあ、引き戻してエアリアルラッシュも入りましたけど終わりました。まあ、トータルゲーム数が225ゲームの724枚と。アタックしですね、スーパープラシコでございますから、今ここで持ちメダルがつきたんですけど、まあ、エウレカで1万9000負けた後に800ゲーム余りのマジリスクを拾ったと、そう思うことにします。ラッキーだぜ、こっからだぜ。これは強調だね、広角強直せーな。822ゲーム、ヤシャマルを倒せ、8点早っ、当たったな、ヤシャマル赤だもんな。ってことは1000円同士当たってるもんですから、これ
行動車 1K 行動車全部で何かの間違いで天然せめておぼろてないかな。俺のこのテンションを払拭してくれることが起きてほしいです。ここで終了と。本格的に困ったぞこれ。さあどうしよう。ひげとりあえず経験上でひげんじんまいぼうとも食べましょう。皆様だったらこういう時どうしますか。まあお茶さんの代が一番高設定の可能性がある共同ということで、それが吹いてくれるのを祈りつつ、なんか育って打てる台が出てくるのを待ちましょうか。ひげのり星さん、はいよ。737アベシの星してるけど、じゃあ打つよ。いいよさあというわけで本日3台目か、737アベシの北斗と。まあ大やけどはないでしょうけども、そんな大した馬にもないよと。こういうとこから事故が起きてくれて助かるんですけどね。ダメか。あーダメだ800超えた長い旅になりそうだヒゲさん当たらないよ。何も当たる強行薬が全く来ないよ。そうそう来るもんじゃないですよ。2700ゲーム回して強手5回の強水が4回ですよ。死んじゃうよ。AT 中何も引いてないもんね。何も引いてない。ちょっといつものやって、いつもの事故。池江さんがいるから全然ダメだ。ちょっと俺コシさんがいるからテンション上がんないよそうおっオランドさん、でも攻撃は当たった。オランド、よっしゃ当たったよ、よかった。さあ、410ゲーム、またギリギリ追加投資しなくて済みましたけど、残りこんだけおや、ここでチャンス目。えい、だら終わった。ひえーもう。さあというわけで当たるかな。1105アベシでカバーネット。はい、当たりました。キリンガラと1115ゲーム、115アベシか。投資が、7000円か。さあこれどこまで伸ばせっかだな。1120
よいしょ。そして7000円、トータルで今日1日27000円か27本。はい、シローラー、うん、いいんですよ、気合です、気合必要なのは気合とノリ。はい、ここセイララーイっつって、これはい、セイララーイっつって、ただし今日はノーリララーイっつって、ドーン、おー、トキトキやった、うわ久しぶりに勝ったよ、兄さん、ノーリララーイ、はい、ジャギー、もう一発もだろ、おい来てんじゃねえ、これ来てんじゃねえ、あれ新サウザーレプン乗りがない、抜け出せ、おーしょ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 、うん、乗りがない、おい絶好調じゃねえか、のりのりのーひげのり、なに、あらあら早い、61ゲームでジョイモード入った、マジでか、ちなみにね、もう今500確率がすんごい悪くなったんで、これ77のとこ抜けたらねやめようかと思ったんですけどね、これは当たってほしい、弱者1回引いてるけど、ボヨヨーンと、よし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 、テイッホッテイッ、うわダメな時は全然ダメだ、ヒゲノリ、ヒゲさん、弾あと何個、10個、今残り10個で、バトル9連目、すげえ。ヒゲさん輝いてるぜ、任せて、まもなく5人目のユキジがいなくなります、はい、11個、皆さん、もうすぐユキジが5人いなくなるよ、どうしよう、もう無理、あれ 無視しましょう、負のオーラが強く無視しましょう、はい、ノリラライ、はい、ノリラライ、はい、ノリラライ、ノリラライ、乗りがない、危ない、久しぶりに来た、乗りがない、危ない流れが来た、危ない流れが、乗りがない、乗りがない、これ大丈夫だね、よーしよしよしよし、危ねえ、8個使った、残り7まで減った、あ、危ない、危ない、危ねっぺー、ねんのに、さあ、お、一番落ちた、よっこしょ、さあ、というわけでなんとか一箱は確保しましたんで、俺これでプラマイゼロぐらいだ、ちょっとアンコロ先生の様子見に行ってみましょうか、あれ箱は空ですよ、下に置いてんじゃないの、下下か、俺なんだドル箱を消すマジか覚えたのかこの人は、おじゃさん、はい、出玉はないよ、え、あれ高設定って言ってたじゃん、そんなものはね消えました、そんな挙動は一切、え、今公約確率は、え、53ぐらい、は53 1じゃん、どうしようヒゲさん、え、ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられ、え、追っていいの、だってヒゲッコーステイトのメンバーでしょ
いいよ、俺それちょっと出してくれ、俺出してくれ、じゃあもう少ししてきます。ヒゲさんの許可が出たので、とりあえず一回 AT 入るまで続行します。いつ入るのかな、これ猫下さん。はい。なんかさ、620アメシ、どうでもいいアメシなんだけど、ガルダステージで石像出たまま止まってないからなんだけど、で、369もあって、600何十アメシが天杯には絶対っていうのを、天杯モード中にやめたってことないよね、メダル切れて。これ天杯モードの可能性あるよね。どれどれあるよね。ちょっと回してみればいいじゃん。ちょっとね、ちょっと、うんうん、じゃあそうしよう。せこい立場になってきたらなんか、せこい立場になってきたまあ、まず何もないと思うけども、もうだいぶ情けない立場になってきたないやらしいよ、俺今で、まあ、そうも言ってられない、腰当たる投手が5万を超えてますからね。数ゲームだけ失礼ながら回させていただいて、あれ、あるかもしれん、あるかもしれん、これあ、これあるんじゃね。お、テンハモードかまったっぽいぞ、これだいぶ意地汚い立ち回りですけど、かまった、コツさん、コツさん、え、テンハモードかまったすいません、なんとも意地汚い立ち回りですけど、ヒゲノリ最近空見てない。まあ行かねえし、というかこれさすがに前のと合わせてこんだけデュイモード入んないと多分上のモードじゃないかな。これはたまたまか、60で入ったの。よしやめようかな、コスさん。はい、もうこれ終わったらちょっとコスさん珍しくジャグ打ってください。ジャグ、今総回転数2400ゲームでビッグ8レギュラー10っていういいですよ、はい、お、スイカが大丈夫です、弱スイカなんて当たんないから広角いくだけなんで。あー、これは熱い、これは熱い、は初めて見、初めて、いや、これ熱いよ、初めて見た。あのね、武道会来い、強水強テリーか、弱そうだ。いやいや、全然熱い、全然熱い。それでも赤いかないか、普通に全長いって当たると思いますよ俺、ホランドだもん。お、で2ゲーム目に攻撃でしょ。ああ、またまた強テリー引いた。テリー、これ一発目、おお、これこっちもありえるよ、ボーナスと1個目の強テリーでボーナスで、なるほど、テリー、おお、ほら来た、当たった、チョコ当たり2回目、チョコ当たり2回目、ほらコスさん、やった、やったけど、やったけど投資がものすごいことになってるさあ245ゲーム強テリーで AT 直当たりしました。投資が5万3000円です。ひどいことになってるぜ。さあ、AT も入ったことだし、引き戻しあるかないかだけ確認して、とりあえずこの台やめますか。よし、やめかな。ちょっと周りの様子見てきますか、うろうろ。僕今日まだ一度も店内ぐるっとしてないんでね。たまにはみんなこうしたらこれ抜いてみ、2000ゲームで18だよ、違う、これレギュラーかけて今現時点でも240分の1ですよ、うん、全然打てるでしょ、安定してるし行く投資もかかんないし、まあ確かにね、じゃあこれ打ちますみのり、はい、勝ちました。さあ、ということで1400、20阿部しか、さあ、これでどこまで伸ばせるかだよな、一
応こんだけ余りました。ちょっと減ったか。ヒゲノリ。おお来たー。先びかりさで間に合いました。持ってるメダルで当たってくれました。よくわかんないんでこのまま直接なら狙いますけど僕は。ドゥンドゥンドゥン、やったぜビッグゲット。471ゲームでございます。さあ50ゲームの激アツゾーンを生かせるか。1ゲーム連チャンス。おお来た。ああ、激アツゾーン抜けてる。今51ゲームだ。さあ51ゲームでまたビッグだ。レンチャンスだ。ジャグレン来たぜ。いいぞ。このまま10連ぐらいしてくれないかな。ビッグだけで。あの人何言ってんの。おお来た。42ジャグレンしました。よしよし、まあ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 、増えてる増えてる。あれ、ターンって確定だよねこれ。だよね、よかったよかった、合ってた。よっしゃ来ました。まだ46ゲーム激アツゾーンで当たり続けてるぞ。うん、えいえい、二角だ。やったぜ。46ビッグだ。これにてジャグレン4連チャン。おうおう、あれやったよ。4連チャン目。おう、全部激アツゾーンで当たってる。激アツゾーンとかない。え、ない、そんなんない。そうよかったじゃないですか。ちょっと帰ってきた。これで0ゲーム目しよっか。あ、もう終われる。え、マイナスでいいなら終われるけど。でもできればもう少し粘ってほしいはあるけどな。で、だって僕がもう一周なんかないか見てくるんで、うん、なかったらもうじゃあそれまで回してもらってやめましょうか。あのチャンスゾーンの100ゲーム までは回します。意味わかんないよ。みのり実戦終了。お疲れ様です。お疲れ様です。さあというわけで第1回の終わったわけでございますけども、はい、皆様気になる結果発表の方に行かせていただきますと、まず私からでよろしいですか。お願いします。私、あの1代目に打ったエウレカ2がですね、まあ、実際の設定は分かりませんけども、私の推測する数値では、まあ、奇数定設定のまま動かずということで、途中で、見切りをつけて、その後はですね、まあ、ちょっと中途半端にないですけども3台ほど前になりまして、輸送投資の方が27本7000円で回収1313枚と、まあ、ほぼチャラでの終了と、うん、ご視聴さまは。僕の方がですね、まあ、エウレカずっと出たわけなんですけど、あのお昼の時はね、そう上の挙動を示してたんですよ。おお、うん、だからずっと打ってたら、なんかいつの間にかあのね、ずっと投資投資 で公約確率も悪くなり、高設定の挙動がなくなって、気がついたらエウレカだけで53本の投資がもう最後ジャグラーで、まあ、ジャグレンしてくれてちょっと回収しまして、まあ、総投資が53本1520枚ですね。で回収の方が、ジャグラーで流した746枚ということで、まあ、収支の方がマイナス1904枚。ってことはこれ足すと1941か、うん、41枚マイナスだ。申し訳ない申し訳ない。範囲はもう分かってる、うん、範囲は今回の範囲は僕があのバー付き確定チェリーあれは伸ばせなかった。そうです、すいません。ヒゲさんが伸ばしてきた。伸ばしてきた。バカ野郎バカ野郎。なんで乗り打ちの時だけ出さねえんだよ。もうあなたの設定なんて知らねえ。25回だっけ、うん、トータル様いくつ。もうちょっと多分ね、いくつだろう。いや
4万5000回ぐらいでしょ。4万ちょっといってバカ野郎ここで出せよ。いやね、今日みたいな展開自分のあの番組だったら多分悶絶してる、ね、バカ野郎っつうのもほんとこう申し訳ない。ほんとに一日何にもね見せ場なく終わったからね。まあというわけで、まあこんなぐだぐだな結果でございましたけども、第1回、まあ無事終了ということで。うん、そうだね。無事なのよ、これ。痛い痛い。軽傷軽傷。ということで、まあ第2回はですね、呼ぶゲストをもうすぐ考えて、何ですか。はい。第2回目も呼んでください。はい。出してくれんの。出します、出します。今日はちょっとね、不甲斐なさすぎたんで、ジャグラーなんかっていうとね、ちょっとあれですけど、ジャグラー打っちゃったしね。ジャグラ回収できたじゃないですか。まあそうなんです。あの前向きにゲットさせていただきます。お願いいたします。さあそれではまた次回お会いしましょう。締めはあれですよ、あの言葉言うんで、うん、一番教授のやつでやってくださいよ。わかりました。いきますよ、3回ひげのり、ひげのり。